はい、というわけで、リョウジレディオ第2回目始まりました。今回からですね、収録回数シャープの1とか書いてあったところをですね、2針目にしてみました。ミシン組っぽく、何針目までいくか分かりませんが、やっていこうと思います。でですね、今回はここ最近ですね、立て続けに同じような、質問メールをいただきまして、なんか困ってる人多いのかなと思って、それについてね、答えようかなと思いまして、でそれがね、タイトルにもあるように、旧車のホロ張り替え問題なんですけど、まあ欲しい車がホロ車の方、まあボロいね車買う時とかは、後々のパーツ困らないものを選ぶっていうのが、まあお約束といえばお約束だと思うんですけど、まあ旧車のホロってね、そんな30年40年前の、ホロの部品があんのかよって普通の人は思うかともしれないんですけど、意外とあります。でホロのねキットなんかを、作ってるメーカーっていうのは海外にも結構あって、なので、張り替えは可能は可能ですね。ただしそのキットによってね、精度が違ったりとか、あとはこう海外で怖いのが受注生産みたいなのもあったりするんで、なかなかサクッと進む車っていうのは、本当にこうメジャーな、本当例えばビートルとか、この間やったフィアットとか、アメ車も結構手に入りやすいと思うんですけど、まあ、ちょっと高級車とかレアな車になると、納期に時間かかったりとか金額が高かったりなんかするとは思いますね。なので、まあ一つ、まず手立てとして一つはキットを買って、交換すると、張り替える。まあこれは比較的値段も安く収まるのが多いとは思いますね。ビートルなんかはね、さっきざっと調べたんですけど、ビートルの場合はだいたいゴムのトップ、合皮のトップで5万ぐらいでしたかね。でキャンバスのトップで、10万ぐらいだったかな。でビートルの場合は、で実は今回、いただいた質問は全部ビートルだったんですけど、コンバーチブル2台とオープントップ、サンルーフのやつが1台だったんですけど、で調べたら、まあ、ビートルは、それぐらいの金額で、でインナーがキットの中に入っているのかちょっと分かんないんですけど、ビートルって内側にもね、ホロの内側にも、なんて言うんだろうな、あれ内張りが入ってるんですよ。でそういうのも入ってるのかちょっと分かんないんですけど、ビートルに関しては一応、キットで出てますね。で他も何件か見てみたんですけど、まあ思いついたやつのコンバーチブルはほとんど出てきました。でただ、まあ、ビートルとか、あとはね旧車の後付けのサンルーフの車種に関してなんですけど、当時そうですね、70年代60年代後半ぐらいからの車によくついてる、マルエヌっていうメーカーのオープントップ、まあ、俗に言うサンルーフのこうパタパタパタっとこうね、トップを開けるタイプのやつは、現在ありません、これキット自体が。なので、こういうね現在作ってないやつ、ないものに関してはもう一から製作しないといけない。これはコンバーシブルのホロにも言えることなんですけど、1からワンオフで制作するってことになるんで、まあ、時間もかかれば、金額もそこそこいくと、まあ、だいぶいくと思います。で、このマルエヌっていう会社、僕ちょっと気になって、調べてみたんですけど、創業がね1949年、
ちの親父と、同い年ですね、創業がね、昭和24年。もともとね、小型モーターの、設計製造みたいな感じで立ち上がった、会社っていうことで、で、この会社が、1972年にアメリカの、DAS 社っていう、なんかこれはサンルーフの会社なのかな、と、共同で開発したものが、サンルーフ、俗に言うこれ商標なのかな、オープントップっていう名前で、1972年に販売を開始したと。なのでまあ、70年代の初期からのビートルにはよくついてますね、丸 N。 あの僕の弟が前乗ってた、ビートルにも、丸 N のオープントップついてたんですよ。で部品なくってハンドルがなんかもう折れちゃって開け閉めできないからもう閉めっぱなしで乗ってましたね。でこの会社今は、まだ実はあります。令和の今の時代にもあります。んで今はね、メインがワイパーの製造みたいで、で中にはねなかったんですよね、やっぱりオープントップを作ってるっていうのが。なので、丸 N さんはもう今ダメです、扱いがない。なので、まあ、こういった、社外品でレアなものとかね、当時ものみたいなやつはもう本当に一から作るしかありません。で、料金なんですけど、まあ、これもねどういう生地使うかとかでもう全然金額も変わってくるんで、ただオープントップ、キャンバストップの最高峰の材料っていうのはもうジャーマンクロスって言われるやつですね。ジャーマントップ、ジャーマントップってやつ。あれはもう金額はすごい金額いくと思います。あれでやると。で、一番安いのはやっぱりよくまあ内装商材カタログにも載ってるような、なんていうんですかね、あれ、5分引きの、ターポリンっていうのかな、トラックの荷台のホロなんか作ってるやつに近いようなものですよね。それか、まあ、キャンバストップ、雨よく弾くみたいな素材ですね。で、あの、ホロってね、僕、まあ、この仕事12、3年、独立してからは16年この仕事やってて、車の仕事に関してはまあ13年ぐらい、やってますけど、一からホロを制作する見積もりまでで終わって、一からね全部ホロ作った記憶は2回ぐらいしかないですね。しかもすっごい簡単な、1台はフィアットのチンクのあのもうなんていうんですか、ただの布切れ乗っかってるみたいなやつですよね。あれと、ホンダのバモス360フルホロっていうまあちょっとわかんない人はねググってみてください。ホンダの、バモス360フルホロ でそれのホロを、米軍のテント地みたいなやつで貼ったことがありますね。その2件で、一からパシッとねクラシックカーみたいな感じのやつとか、貼った記憶はねないです。貼ったことないです。で僕の知り合いの、まあ、内装の、先輩方も一から作ったことあるっていう人はほとんどいなくて、一人だけロールスロイスのね30年代の車一から作ったって人はいましたけど、金額自体は聞かなかったですけど、制作期間がね半年ぐらいかかってましたね。あのホロってね独特のあの貼り方というか、要はフレームをバッチンって引っ張って、車体にロックした状態で生地がピンと張らなきゃいけないので、緩くてもダメ、きつすぎてもダメっていう、そので生地によってもそのなんていうんですか、こう引っ張る時の張力っていうのが違うんで、大体みんないつもその辺の話になって口揃えっていうのは、材料は2回分絶対いると、で1回は、似たような素材でパターンを取って、で、次に本番を想定して、1回本番と同じ生地で作る。でそれでうまくいけば御の字、ダメだったらそれをさらに型にして次で完成っていう、最低2回貼るっていうのをもう前提にやると。
確かにね、そうなんですよ。そうやらないと、複雑なコンバーチブルとかの形っていうのはもう絶対形が出ないので、そういう作業になる。だから、2回、最低2回貼る、仮貼りも入れたら3回貼るってことになりますね。で、2回目でうまくいけば OK っていうことなんで、なのでね、これがまあ、他のどの内装の部分に、比べても手間がかかるもので、で旧車ってね、天井関係はそういうの多いんですよ。あの釣り天井、内側の屋根の内側の釣り天井もそうだし、もう形状がこう、なんていうんですかね、空間にテントを張るような感じで形を作っていくんで、本当に一番難しくてお金がかかる部分です。なのでね、もしこれから旧車買うっていう方で、自分の車がオープントップもしくは、コンバーチブルだっていう方は、その辺ね、特に日本は雨が多いので湿気も多いし、コンバーチブルって多分ね、傷みやすいとは思うんですよ。なので、もともと傷んでるやつ乗り続けたらもうどんどん劣化していく一方なんで、車買う時のね、その、予算の中にホロのもうフルレストアっていうのはどれくらいで実際できるもんなのかとか、あとはね、自分のホロが、純正のホロの形なのかどうかとかをいろんな車と見比べてチェックした方がいいです。あの骨の形が変わってるやつって結構多くて、うちの僕の知り合いの、友人みたいな方が、ポルシェの356のレプリカ買ったんですけど、ホロの骨の形が全く純正と違っちゃってて、でその人それを知らなくて、車買った時に車と合わせてジャーマントップの、キットを買っちゃったんですよ。30万ちょっとぐらいしたかな、3、40万ぐらいしてたと思うんですけど、でそれが結局、買った車のホロの骨が形変わっちゃってたんでつかなかったんですよね。だから骨を作るのか、ホロをちょっと解体して、縫い合わせてうまくいくのかみたいな一回相談をされたんですけど、どっちにしろね、ジャーマントップでやるってなったとしても、材料も買わなきゃいけないし、ホロのね骨も直さなきゃいけないし、もう余計に金かかるに鎌かけて、キットで30万のものを買ってしまったっていう、勇み足な方もいたので、本当にね、そういうのね、もうね、調べとけばわかるので、事前にチェックすることを本当にお勧めします。ほんでですね、日本だと、なかなかそういうホロの手配ってどうやってすればいいんだろうって思うかと思うんですけどね、これは結構知ってる方、コンバーチブル好きな方には多い、知ってる人多いと思うんですけど、コンバーチブル研究所っていうコンバーチブル専門の、業者さんがいます。で僕はここでね、フィアットの古くないですけどバルケッタのホロを一回買ったことがあって、すっごくね精度良くてよくできてました。オリジナルで、そんでダメな部分は、改善して作られてたりもするので、なのでね、自分のもし買いたい車種の、ホロが分かんなかったら、とりあえずコンバーチブル研究所で、ラインナップを見てみて、あればラッキーですね。なかったらもう海外で探すしか多分ないと思います。日本だとコンバーチブル研究所が一番在庫とかノウハウがあると思うので、気になる方はここでクリックしてちょっと見てみてください。僕もね、ざっとさっき見たら、まあビートルはあって、あとは、アルファロメオのスパイダーも大体ありましたね。あとフォードだとか、あのマスタングのね、コンバーチブル古いやつ、あれもありましたね。マッハ1用のもあったかな。アメ車は結構ね充実してるんですけど、イタ車のちょっとマニアックなのになるとなかなか難しいかもしれないですね。あってもすごい高いとか、なのでコンバーチブル研究所で、まあなかったら、海外の部品取るのに精通してる人にちょっと相談してみるとか、専門ショップに聞いてみるとかですね。それでダメなら僕らみたいなところで一品物制作っていうのになるんですけど、まあ金額的には優しくないっていうのが
まあ、旧車のホロの、作業内容ですね、うん、なので、もしね今後、コンバーチブルの車欲しいなと思っている方はその辺をよく、調べてですね、買ってください。こんな感じで、ね、結構質問ね、いろいろいただいてまして、本当はねまとめて何個かと思ったんですけども、意外とこうね、なんか深掘りしていくとね、さっきの丸 N じゃないですけど、そういう話も出てくるので、これはちょっとね一個ずつの質問をまあなんか根掘り葉掘りつけて、そこそこのボリュームでやった方がなんか面白いのかなと思って、今回はね旧車のフォローについて、一個質問に答えるっていうような形式にしてみました。またなんかね他のことで、まあ内装全般がいいですね、やっぱりね僕は内装の一応プロなので、内装で俺がもし知らないねことだったら、今のご時世 Google 先輩に聞くといろいろ教えてくれるんで、自分で調べてね、でかいつまんでお話をしようかなと思いますので、ホロはねでも結構お話だけはよく聞きます。んでさっき言ったみたいな骨の形が変わっちゃってる人っていうのは結構あって、実はさっき過去の例ありますよって話した、バモス360もね実はホロの形が変わっちゃっていて、オリジナルとはもう全然違う形してました。僕も形変わってるっていうか どの程度なのかなと思って調べてみたんですけど、もう全然違う形本当に。でその時は、もう一品物で一から作るから、そのホロの骨の形に合わせて作るっていう風な、作業にしましたね。内張りがねないホロは比較的楽なんですけど、まあなんとなく作業的にもねイメージがつきやすいので、外側しか貼らないから、なんですけどね、ビートルのやつなんかは大衆車のくせにと言ったらあれですけど、3層構造ぐらいになってんじゃなかったですかね確か。一番外に来るキャンバストップなりビニールのトップ、その中に、内袋っぽいのがもう一個いて、さらにその下に、インナーみたいな感じで布っぽいのがいたような気がするんですけど、なのでねあの車はねすっごい本当によくできてるんですよ。ホロの作りもめちゃくちゃいいし、だから逆言うとね、さっきちょっと、コンバーチブル研究所で調べた値段が安いなと思って、だからそんだけやっぱり世界中にもう売れまくった車なんですよね、あの車はね。なんか昔聞いた話だと、世界で一番多いこう工場、ライン工場が世界中にいっぱいあったらしくて、でその数がもう世界ナンバーワンだっていう話を聞いたことがあります。それがビートルだっていう話をね、ブラジル、メキシコは聞いたことあるんですけどね、なんかいろいろ見てるとイタリアメイドのもいるとか、なんかどっかで聞いたことありますけど、まあだからそれぐらいとにかく世界中に売れた車なので、いまだにねその需要があるものに関してはやっぱりコンバーチブルみたいな作りがいいものであっても値段が安いというね、これはまあ結構古い車あるあるですかね、この需要がある部品は古い車種でも安いっていうね、アメ車なんかも特にそうかもしれないですね。でアメ車なんかは守備範囲が広いんですよね、1個の部品の共通部品を使ってるっていうこと結構あるんで、なんか適合年式が1955年から79年とかね、ブレーキの部品とかね、前僕シボレーのトラック乗ってた時ありましたけど、なんですね、そういうのはやっぱり安いので、自分が買う車はやっぱりレアになればなるほど部品っていうのは高くなると思いますんでね、ぜひそこら辺、気をつけて、欲しい車ゲットしてください。ではまた。